みなさんこんにちは、ピラオディスター小澤です。今月も木村ひ次つさんに来ていただきました。木村さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一時帰国されているということですけれども、はい。久々の日本はどうですかいいですね、やっぱり食べ物もおいしいし <laughs>、うんあの、いいです。やっぱり日本は素晴らしいなと思っています。はい。 じゃあ今日はですね、まあ、今回はちょっとチャンピオンズリーグの、えー、ラリーガ勢の戦いを振り返るっていうところと、あとはたも準決勝になんと2クラブも残ってくれましたので。うん まあそのプレビューを展開していきたいなと思うんですどまずは初めは間取りから話していきたいんですけれども、はい、木村さん、間取りチェルシー戦は、まあ、ファーストレグはいい試合をしてチェルシーが悪かったっていう部分もあるんですよ、うん、いい試合をしてアウェーで勝ってセカンドレグが、まあ、最終的に勝ち抜けましたが、はい、ちょっと悪かったですよね03まで行ってしまいましたんでっていうところあの準決勝チェルシーとの戦いどう振り返りましょうかそうですね、まあ、あの03まで行ってしまって まあ勝負の分か,れ目、ね、分かれ目はいろいろあって、まあえー、第1レグでの相手ゴールキーパーのミス、うん、それと第2レグでの03、えー、になってからの、まあえーまあ、コーナーキックの最中に直前に選手交代をして案の定マーク関係がずれて、うんえー、ヘディングシュートをされてそれをクルトワが救ったと。うん その2つのプレーが、えーま、レアル・マドリード勝ち上がりの鍵になったかなと。うん、まあこれ、どっちに転んでもね、まあ、両方とも、うんまあ、1つは好プレー、1つはミスということで、まあ、サッカーではよくあることですけども、お今ここでレアル・マドリードが敗退しているという話をしても不思議ではなかった。うん、内容的にはチェルシーが非常に良かったと。うん ただ、まあ、リーガでもそうですけどもう追い込まれてからのレアル・マドリーは強いので、うん、まあこれをレアル・マドリーの強さとするなら順当ってというわけではないですけどもレアル・マドリーらしい勝ち上がり方をしたなということは言えると思います。うん その勝負強さの理由はまあなかなか言葉で説明できないのかもしれませんしそれがクラブのねこう歴史だったりスタジアムの雰囲気だったりすべて含まれたものなのかもしれないですけど木村さんどう理解してますかあの一つはフィジカル、うん、フィジカルが強いですね、うん、あのまあリーガーの試合でもそうでしたけども90分間 あの走れてるんですよね、うん、で80分とか7 75分とかぐらいがだたい試合の山場になっていって普通のチームはどっかそこからぐっと下がっていくわけですけどもレアル・マドリーが下がらないと、うん、で下がらないことで、まあ、相対的に、えー、強さが、まあ、フィジカルの強度が上がって相手を、まあ、押し込むことができてるっていうことが一つ。うん もう一つは後半に強さっていうのはまあ采配ですよね、采配で、うんまあ、最初にバルベルで使っておいて、えーまあ割と運動をさせておいて、レアル・マドリードのり守り方だとおかなり後ろに下がって守備をする時間が非常に長いので、まあこの時間にあんまりロドリゴを出してもしょうがないと。うん いうことで、まあ、満を持してなのかもう0ロ3になって大変だからなのか分かりませんけどもおー、まあ、ロドリゴを入れる後半に入れる采配で、まあ、攻撃的に後半いくと、うん、まあ後半というか終盤ですね試合の終盤にいくという采配も、まあ、終盤の強さ、うん、粘り強さを満延進出している理由かなと。うん、まあ,あとは その後半の強さっていうことで言うと、それを象徴する選手が今、モドリッチっていうことになってますよね、うん、モドリッチが全然落ちないと、うん、多分ん、確か昨シーズンの終盤、ちょっと落ちたわけですけども、彼は今、今期に関,関しては、終盤になっても、シーズンの終わりになっても、全然落ちていないとで、休んでるかって言ったら、そんなにも休んでないと。うん いうことで、まあ、モドリッチが、まあ、体現してますよね。うん、あの、リアルマドリーの後半の強さとか、伝統的な強さとか。それに対して、まあ、一方、クロースの方は、割と交代させてもらったり、休ませてもらったり、ということがあるんですけど、まあ、モドリ がほぼ決定的なアシストを出してそれをベンゼマが決めたりその決定的なアシストで、えー、ビニシウスが有利な状況を作って崩してそれをまたベンゼマが決めたりとでそれにロド,リがロドリゴがちょっと絡んでくるっていうような、まあ、攻撃の仕方ですよねあんまり人数かけないけども、うん、キーマンがポツン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 と言って非常に強力だということで省、まあ、エネではないんですけども 守りに守って、守って、それで、まあ、0戦まで行ったりもするわけですけども、それで最後には勝ってしまうと、うん、いうことですかね。もう、それが、その、僕はあんまり精神的なこと言うことはうな好きじゃないし、科学的ではそんなにないかなと思ってるんですけども、確かに今のレアル・マドリーは強いし、その強さを選手が信じれば、次のね、戦いでもおそらく強いだろうと、うん。 で相手にとってはプレッシャーだろうとリードしててもまだこれからあると80分過ぎても何か起こるというふうに、うん、まあ向こうはねそういうふうに、えー、恐怖を持つでしょうからそれでまた心理的なバランスで優位に立つというふうにそらく CL が始まる前はレアル・マドリー優勝候補じゃなかったと思うんですけど、うん、今ここまで来てみれば優勝候補 ではないかというふうに徐々に徐々にってかだんだん尻上がりに強くなっているまあレアル・マリーと一緒なんですけどそんなイメージがありますね、うん、あとはまあ3月にエルクラシコを04でホームで敗退しましたとうん、うん、アンチロッティもまあ余裕を持ってたっていうよりもベンゼはいなかったんで苦肉、ね、の策でモドリッチファルソンの指にしてみてみたいなところで大失敗大敗をして いいよいよ、ね、こう先月の動画では、もしかするとこのままずるずるシール,ズル CL 負けちゃうと、うん、アンチロッティの首も危ないぞっていう話は木村さんにしてもらいましたけども、はい、ここを立て直せたこうアンチロッティとしての要因って、どういうところですかまあ、あのクラシックは完全に割り切って、たと、うんえー、え負けても、リーグ優勝は安泰だっていう、差があったことが一番じゃないですかね。うん、なるほど、えー だからまあそれがあるので、えー、まあメディア、僕も含めて結構、あの采配はということでバタバタしましたけども、うん、え実際にクラブ内とかおそらくチームの雰囲気的にはあれを負けてもまあ全然大丈夫と、うん、まあその安心感がもう実証されそうね今週末にはもしかして優勝か <laughs> 優勝決定なのかみたいなところがてあるので。うん えー、まあ、まあ、いい方に向かってますよね、本当に、うんうん、いい方にあに、バルセロナも失速したので、まあ、それも含めて、早く優勝が決まってしまえば、本当、CL 有利になりますよね、もう休ませてもいいんで、今週あ今週の初めの試合は、うん、あの今日明日の試合っていうのはもう休ませ、休ませてもいいんで。 まあそういうことができる余裕があって心理的にも余裕があってまあバルサに大敗したぐらいは平気だろうっていうふうには普通はならないんですけども、うんうん、今拠に限ってはバル,サバルサが悪かったおかげでそうなる環境があったっていうことですかね、うん、だから改めてアンテナっていうはやっぱりいい監督なんだなと、うんうん、まあ不名誉な 采配もしますけど、うん、不名誉な采配をして実を取る監督っていうことですよね結局チームが結束してるんですから、うん、あれだけ。で使わない選手全然使わないし不満もものすごい溜まってるんでしょうけど、うん、それがチームのパフォーマンスに悪い影響を与えるわけではなくて、うん、むしろ重用されてる酷使されてる選手が意気に感じてやってるってうような、うん、いい流れになってるんで。 まあ、メディアには批判されやすい僕も批判しやすい監督ですけども、うん、素晴らしいってことですよね。うん、あのやっぱり亀の子より年の子っていう <laughs> やっぱりベテランはベテランなりの。 采配まありますよね伊達にね、ビッグクラブ率いて、うん、いろんなリーグでいろんなコンペッション勝ってないよっていうところありますねありますね、途中交代、ね、したり途中、途中で就任したりって、いろんな国でいろんなことを経験して、うんま、なんかの結果は必ず出してる監督なんで、うん、さすがですよね。うん あととちょっとプレビューに入る前にこの収録時点でいうともう32節でラリーガの行方は優勝争いはもう決定しましたと言って断言していいと思うんですけどもまあマドリー以外はまあアトレシコ勝ちましたけどもねマドリーがセビージャーに大逆転勝ちをしバルセロナがカディスに負けるということでカシェンサは現時点で15ついてますからもうマドリーはもう粛々と試合をこなしていって優勝っていう風に流れになってますけれどもあのセビージャー戦は。 木村さんどう見ますかふ、まあ、普段セビージャのことはずっと見てきてああいう試合になるっていう予感もカマビンガーのあのイエローが出なかった時点で後半危ないぞっていうのはあったかもしれないですけどもどうこうレビューされますか